年のせいだよ、60になったらよくあるからって言われてたんですけど、この3つはある場合であればちょっと厳しいかも。はい、生体復活院長で理学療法士の松田啓太です。ありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みを改善できていないそんな患者さん向けに撮らせてもらっている動画になっています。もしあなたが3件以上の整形外科、整骨院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは湿布、痛みの上で痛みをごまかしているそんな人であれば、ぜひこの動画見てみてください。松田さん、はい、脊柱管狭窄症ってありますか？ありますね。あれで、ちょっと危ないぞっていう特徴みたいなってありますか？あります。脊柱管狭窄症は私も腰痛専門整体院やってて、もう一番多い疾患で、で患者さんがやっぱ来られてね、改善できますかって言われるんですけど、これ大きくまず私たちで対応できるものと私たちで対応できないものって、この2つが分かれます。でここの何が違うのかと言いますと、私たちで対応できないもの、これはいわゆる器質的な変化がある、器の質って書きまして、器質的な変化があるもの、逆に私たちで対応できるのは器質的な変化がないものっていう話になってきまして、これ何かというと、器っていうのは人間の中の器、これ何かというと骨、神経、血管、こういう器がありますよね。器の中に人間がどしっと入ってる状態、例えば骨が崩れてしまっている、例えば圧迫骨折、圧迫骨折してしまってて曲がってる、背骨を支える役割の骨が曲がってしまってる、折れてしまってる状態になると曲がっちゃうんですよね。曲がっちゃうとこれ神経を圧迫しやすくなったりとか、ヘルニアって言って椎間板、あの脊椎と脊椎の間にあるクッション材が取れてしまったりとか、この器質的なもの、椎間板とか骨が壊れてしまったものっていうのは元に戻りません。元に戻そうと思ったら、その骨のところに金属入れないといけません。折れてしまったこの姿勢治りますかって言われると、この姿勢が何もなく普通の状態にできるかって言ったら難しい。だから鉄を入れれば元に戻せる可能性はある。でも鉄入れる結構大変な手術しないといけませんね。ただそこまでしたくないって人がほとんどなんですよね。であればどうしないといけないかっていうと、この非器質的なところに対してアプローチしていく。例えばこの筋肉が張ってるっていうところに対してアプローチをして筋肉の痛みを改善したりとか、関節がねじれてる、このねじれを治すことによって痛みを改善する、これがいわゆる私たちがやること。ただこの骨自体が崩れてしまっている場合であれば、この崩れは治せませんけど、崩れてねじれてて痛いんであればねじれは改善できます。でも崩れは改善できません。だからこの違いがあると思ってます。痛みは改善できるけど姿勢は改善できない場合もあれば、痛みも姿勢も改善できる場合もあれば、痛みも姿勢もこれは器質的な変化があるから改善できない場合もある、こんな風になってくる。でその中で今日なんでこの話してるかって言ったら、脊柱管狭窄症でこれはちょっと俺らじゃ難しいかもって話、いわゆる器質的な変化、いわゆる何かっていうと外科的な処理が必要なもの、いわゆる整形外科が必要なものってのがあります。これが何なのかっていうところで、脊柱管狭窄症でいうと3つのいわゆるレッドフラッグっていわゆる赤信号、これ特殊療法やっちゃダメだよっていうものがあるんですよ。私が初心で見るんだったら、ちょっとまずは整形外科に行ってくださいって私も勧めるパターンのものがあります。でこの3つはある場合であればちょっと厳しいかも、ちょっと外科に1回行ってもらった方がいいかも、手術をした方がいいかもしれないっていうふうに私は勧めていくっていう3つの判断、これをちょっとね今日は紹介したいと思いますので、ちょっとそのままね見ていただければと思います。でまず1つ目、これ何かと言いますと、分かりやすく言いますが、排尿排便の障害です。簡単に言ったら、尿が勝手に出ます、便が勝手に出ますって言っておむつを履くような状態じゃないとダメな人。ここまで行くことはないんですけど、女性とかだと、私が経験した人だと尿漏れが激しくなったとかありますね。で年のせいだよ、60になったらよくあるからって言われてたんですけど、手術をしたら尿漏れがピタッとやりましたって言ってました。あの便が出るはあんまないんですけど、尿漏れとかは結構あるんですよ。男性とかでもなんかキレが悪くなってきたみたいな感じになってて、それで収まっちゃうんだけど、手術をしたらピタッと尿漏れがなくなったとか、女性とかも尿漏れがなくなった、これ結構言われる人多いですね。手術するまではただの老化だと思ってたけど、手術したらあ、これがその症状だったんだってわかる人ですね。でこれはいわゆる背骨の中の神経を圧迫してる時に起きやすいもんだと思ってください。いわゆる器質的な変化の時が多いです。私たちが触れない背骨の中の神経のところの問題なので、ちょっとこれに関しては手術をした方がいいかもってところになってきますね。でも全部排尿障害、いわゆる尿漏れがあるから全部手術してって言ってるわけじゃないけど、確率としては高いかもなってね。
で、基本的にこの3つが1つずつあったんじゃなくて、3つがあったらちょっと確率が高くなる。3つのうち2つがあったら確率は中ぐらい。3つのうち1つだったらちょっと検討は必要だけども、要注意。そんなレベルだと思います。尿漏れだけでは判断できないってことは思います。じゃあ2つ目、何かって言ったら、これが運動麻痺、感覚障害ですね。運動麻痺っていうのは何かって言ったら、よくあるのが足首がダランと下に倒れています。つま先が上に上がらなくなった。これはよくある運動障害ですね。いわゆる麻痺です。あとは指が曲がらない。指が上に動かない。膝が伸びにくい。足首が下に伸ばせない。こんなのもあります。でもよくあるのが足首が上に上がらなくて、つま先をスッて歩いているような人。これはいわゆる運動麻痺、運動障害になりますね。これは運動麻痺、感覚障害。これがある場合もちょっと気をつけてほしい。尿漏れがあって、運動麻痺があったり、足の底だけが痺れてる場合は、ちょっと神経、いわゆる脊髄っていう、私たちじゃ治療できない場所から来てる、質的なところから来てるかもなっていうふうに考えてもらってもいいかなと思います。これが二つ目。で、これ三つ目。ちょっと二つ目のところにも紹介したんですけど、言ったのは感覚障害。いわゆる触った時に感覚がないだったりしましたけども、三つ目がデルマトームに沿ったしびれです。で、デルマトームって何かって言ったらね、さっきもちょっと軽く話しましたけど、神経あるんですよ。で、基質的な変化っていうのは、いわゆる背骨から出てくる神経があるんですよね。足に伸びていったりとかっていう神経で、例えば、ある神経は足首を上に上げたり、ある神経は足首を下に下げたり、ある神経は膝を伸ばしたりっていうふうになります。で、膝を伸ばす神経とかが、例えば背中のところで圧迫されて障害されると、膝が伸びにくくなる。あとは足首を上に上げるっていう神経が阻害されたりとか圧迫されたりすると足首が上に上がらないっていう状態が起きたりします。っていう風に運動麻痺、あとはこの神経沿いに沿った神経の感覚障害がある。プラスアルファは3つ目がステルマトーブっていうその神経沿いに沿ったしびれです。例えばお尻の真ん中からしてスタートして外側通って、爪の前側通って親指側の方に通って。っていうのはこんな沿いに全部しびれがある。親指のあたりがしびれがあって、すねの前側がしびれがあって、太ももの外側がしびれがあって、お尻のあたりがしびれがあります。これ言われたら、わー、ちょっと神経沿いのデルマトーブ沿いにしびれが出てるなっていうふうになります。なんで、デルマトーブに沿ったしびれ。逆に言うと、親指だけが痺れてるんだよねとか、ふくらはぎの外側だけ痺れてるんだよねとか、お尻だけが痺れてるっていう場合であれば、これはデルマトーム全部じゃなくて一部だけになりますよね。であれば、神経が背骨で圧迫されたというよりは、ここの部分の筋肉、ここの部分の神経が圧迫されてるだけの可能性もあり得るんで、これはいわゆる私たちが対応できるものに近いかもしれませんね。だから、このデルマトームっていうやつに沿った痺れ、いわゆるお尻から足の先までなんかビーッと一直線のような形で痺れてる場合であれば、デルマトームに沿った痺れというふうに考えています。なので大きく3つです。排便、排尿障害、尿漏れですね。プラス運動麻痺、感覚障害、感覚がない、運動ができない、筋肉動かない。そして3つ目がデルマトームに沿った、いわゆる神経走行に沿った痺れ。なのでこれが3つ揃ってる場合であれば、私はまずちょっと手術を早めにやった方がいいかもしれませんだったりとか、ちょっと整形科にまず行ってくださいっていうふうに勧めるし、これのうちの2つであったとしても、ちょっとまずは整形外科が第一優先かもしれませんっていうふうな形でお伝えして病院に行ってまいります。一つ、例えば、尿漏れたくとかであれば、ちょっとわかりづらいし、痺れもあるんだけども、ちょっとお尻だけで、全部があるわけじゃない。っていうわけであれば、これ、デルマトーミンを取った痺れじゃないかも。なると、ちょっとこっちみたいな。ただ、運動麻痺とか、感覚障害とかになると、これは明らかになんか神経がおかしい場合があるので、その場合は、一度、整形外科に行ってもらうということをお勧めします。でもそれ以外で1個、2個、3個っていう風に増えていけば増えていくほど基本的には私たちは対応せずにまずは外科的にやってもらった方がいい可能性が高いものがあると思ってください。なので、中間狭窄症でこれはちょっと私たちは対応できないかも、難しいかもっていう場合とかであれば手術が適用かもっていうものに関しては今の3つがある場合。なので、脊柱管狭窄症もね、私も全部が出てくるわけじゃなくて、やっぱ一つ一つ見ていきながら、専門知識を持っていきながら対応していけば、できるところできないところ。で逆に言うと、今言ったものは全然頭になくて、あの子、ふくらはぎの外だけが締めてるとか、痛みがあるとかであれば、実際に私もやってて、すぐに改善しましたって全然いらっしゃいます。ただ、じゃあこの痛みってどうやって起きたの、締めってどうやって起きたのって言ったら、基本的にはずっと溜まってて疲労から起きてたりとか、筋肉が硬くなってしまって起きてる場合があります。なんでこれは一個一個改善しないといけない。人間の体はそんな簡単じゃないです。一個一個どうにか痛みを耐えよう耐えよう耐えようとしながら今の体できています。
やっぱ作ってきた分、やっぱ改善するのも時間かかりますけど、言わせてもらっているので、こういう改善の仕方を私は MSM メソッドっていうものを通して、まあ、生体にフッと出してもらってます。その中で、提供させていただいてます。で、もしね、あなたが痛みをしっかり改善したい、中間検査をしっかり改善していきたいということであれば、ぜひですね、最寄りの生体にフッとありますので、概要欄の方に店舗の情報を貼っておきますので、そちらの方、ホームページクリックしてもらって、ぜひね、そちらの方、電話、メール、LINE ですね、することと思います。あとですね、今日の話、よかったらですね、ぜひ、チャンネル登録してもらって見逃さないようにしてみてください。コメント高評価いただけると相当励みになりますし、こんな話も聞いてみたい、これが学びになりましたということがあればぜひねアウトプットしていただければと思います。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。